カナダとアメリカの国境にあるセントローレンス川。ここには1860もの大小さまざまな島が浮かぶサウザンド諸島と呼ばれるところ。お金持ちの方がクルーザーや別荘を持っています。遊覧船に揺られること30分、あるお城に到着しました。ジョージ・ボルトという大富豪が妻のために建設した別荘としてのお城です。今では一般開放されています。中には観光客がたくさん、外には大きな庭が続きます。他にも見どころの多いサウザンド諸島、夏などナイスなリゾートポイントです。She likes curling up on my chest.